おお、かっこいいね。はい、こんにちは、パーカッション高見です。今回はパンデイロにエバンスのドラムヘッド、ハイドローリックレッドというヘッドを貼ってみようという実験動画でございます。はい、先日ゲットしたこのパンデイロ LP のリオブラジリアンパンデイロっていうね、12インチの超重いパンデイロがあるんですけれども、これをね、今いろいろいじってまして、まあ、ヘッドもね、本革、ヤギ革に変えて、今、こんな状態になっております。サウンドが今こんな感じです。はい、これはこれでまあ、ありかなという感じなんですけれども、僕の希望としてはね、もっとハイピッチにしたい。スーパーハイピッチにして、ドラムセットがいる編成、バンドの中でもしっかりと埋もれずに聞こえる。しかも細かいフレーズまでね、聞こえるようなセッティングにこのパンデールはしたいなと考えておりまして、現状このね、本革のヘッドだともうこれ以上チューニング上げられないんですよ。これ以上上げるともうね、このリムとかラグとかがはち切れちゃいそうなんで、代わりになるヘッドないかなと、ここ1週間ぐらいずっとね、物色してました。やっぱこの希望というか理想としてはですね、まずレスポンスがいいこと。これ細かいフレーズ、これ僕の手癖なんですけども、こういう細いのをちゃんと拾ってくれる、聞こえるようなレスポンスの良さっていうのが欲しいんですね。で、そのためには結構高いチューニング、ハイピッチにしないといけないと。ただハイピッチにすると、いわゆるね、カンカンヘッドっていうかね、キャンキャンキャンっていうのは、ちょっと薄っぺらい感じの倍音が多いような音になりがちなので、ハイピッチにしつつ、これ中低域のトゥントゥントゥンっていう音が聞こえてほしい。まあ、コンガでいうですね、キントとかレキントをハイピッチにチューニングしたみたいな音の鳴るヘッドあったらいいなと、いろいろ探して、このパンデーロのね、12インチのヘッドってまず選択肢があんまりないんですね。だからドラムヘッドもまあいろいろ見てみて、いろいろ探した結果、これがいいんじゃねえかなというところに行き着きましたと。はい、これドラムをやってる方であればご存知の方多いかなと思うんですけれども、一応知らない方のために説明させていただくと、これはエヴァンスというメーカーのハイドローリックレッドというヘッドです。いわゆる2プライ、2枚重ねのヘッドになってます。クリアヘッドが2枚重ねで、そのヘッドとヘッドの間にオイルコーティング、オイルが入っているってちょっと特殊なヘッドなんですね。で、それによってどうなるかっていうと、音の響きがね、まずちょっと短くなる。サスティンが短めで、音が太い、ファットな音がするっていうようなヘッドなんですね。で、いわゆるロックドラム、ロックのサウンドで使われるような、まあ、図太いね、ロックドラムのヘッドなんかで好まれるようなヘッドで、僕の目論見としてはね、これスーパーハイピッチにした時も、この厚さと音の太さが残ってね、いわゆるまあ安っぽい感じっていうか、軽い感じにならないんじゃねえかなというところに期待してます。はい。で、僕生粋のね、レモッコなんですよ。レモしか今まで使ったことがなくて、実はね、エバンスのヘッド使うの初めてなんですけども、これ見た目がまずね、かっこいいですね。この気泡がちょっと気になるかなっていうところなんだけど、これハイピッチにしたら消えんのかな。で、ロゴがいいですね。これ白かったらダサいんですけれども、金色、なんと金色のロゴです。日本のパンデーロメーカーのパーカさんがですね、このエバンスのハイドロリックを使ったパンデーロ、ロックポップス用のパンデーロっていうのをね、出してたんで、あ、それ見ては使えるんじゃないかなと思ったっていうところと、パーカさんもね、結構ミディアムからローピッチで使っていたっていう感じで、ハイピッチにしたらどうなのかなっていうのを今回やってみたいと思います。はい。で、いわゆるそのアコースティックで使うような、まあ、チューニングだったら本革でいいですし、LP のね、デフォルトのヘッド、まあ、サウンドチェック出してますけれども、この中音低音、ローピッチで使う分には、もうこの LP のヘッドが最強かなと思いますので、今回このね、エバンスハイドローリックハイピッチで使えるのかっていうのを、前振り長くなりましたけど、ここからやっていきたいと思います。はい、じゃあサクッとヘッド交換しちゃいます。あ、ちなみにこれ、LP のリオブラジリアンパンデーロのサウンドチェックっていう動画でちょっと触れられなかったんですけれども、このね、LP の純正のラグ、これちょっとこのフックが浅いんですよね、コンテンポラネアと比べて。なので、もしね、これをスーパーハイピッチにしたいという場合は、この
ラグちょっと交換した方がいいかもしれません。つまりこのフックが浅くてね、このリムがこう外れちゃう、ちゃんと引っかからずに外れちゃうことがあるんですね。これコンテンポラネアのラグなんですけれども、こっちはね、こうちゃんとフックがカーブしてるので、このリムを止めてくれるんだけれども、こっちはちょっと浅いと。で、やっぱこの LP のパンデイロはもうローチューニングで使うことを前提としている感じですよね。なんで、もし仮にね、まああんまりいないと思うんだけど、僕のようにハイピッチにしたいという方は、このラグを交換するか、一部フックがあるものに変えた方がいいと思います。カポットね。おお、斬新だな。はい、ひとまず貼れました。こんな感じです。この赤いのめちゃくちゃかっこいいな。さあ、この気泡消えないんだね。これ元々の状態からね、こういう気泡がちょいちょいあるんですけども、これ貼ったら消えんのかなと思いきや、なんか消えないみたいね。あ、これちょっと 気になるな。気になりません？これ。スマホの画面にフィルム貼った時みたいなね、気泡がある。これはちょっと僕の中ではマイナスですけれども。まあまあ、とりあえず叩いてみます。まずはローピッチからだんだんチューニングを上げていきますので、聞いてみましょう。おお。ローはかなり出ますね。まあ、さすがドラムヘッドという感じ。ちょっとガンガンするかな。レスポンスは結構いいです。では上げていきますか。はい、ミディアムピッチという感じです。おお、結構いいんじゃない？ちょっと滑るな 若干こうつるっと滑りますね。はい、ややハイピッチです。多分ね、一番最初に叩いた本革のヘッドと同じぐらいのチューニングなんじゃないかと思います。レスポンスはとてもいいんですけど、ちょっとガンガンするな、やっぱり。じゃあ、ここからさらに上げていこう。ちなみにね、まだこれ全然余裕です。このヘッドを伸ばしてるリムの感じとかラグの感じは。はい、もう貼れるだけ貼ってみました。おたけ多いんじゃねえか。結構いいと思います。この気泡だけやっぱ気になるけどね。この遠いアングルだったらあんまり気にならないですかね。この気泡以外はいい 気泡気になるな。でも音はいいと思います。あとちょっとこのマイクで撮った音を聞いてみてっていう感じです。はい、というわけで今回はエヴァンスのハイドローリックレッドをパンデロに貼ってみました。僕の感想としてはですね、結構狙い通りいけたかなと思っております。結構この中域、低域が残ったまま、このレスポンスの良さも保てているので、しばらく使ってみたいと思います。ただやっぱね、この気泡が気になる しつこい
ちょっとね、これ改善した方がいいですよね、エバンスさん、これね。はい、と思いました。気になる方は使ってみてください。もしね、僕と同じように、これぐらいハイピッチにしたいという方いましたら、注意点としてはですね、やっぱこのチューニングラグですね、ラグがこうしっかりとフックがある、引っかかるものを使った方がいいっていうのと、このボディに対しても結構なこのテンションの負荷がかかりますので、あんまり脆い木材、安い木材の楽器だと下手したらね、割れちゃう可能性がありますので、そのテンションに耐えうる強度がある楽器を使っていただくことをお勧めします。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しております。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションのワークショップもやってますので、チャンネル登録してぜひ参加してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。